こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけれども、使用者責任民法715条について解説いたします。まずどういった内容かっていうと、被用者、まあ、いわゆる従業員ですね。従業員が使用者、会社の事業の執行につき他人に損害を与えた場合、使用者も損害賠償責任を負いますよ。これが使用者責任ですね。例えば、不動産会社の社員がですね、お客さんを連れて物件を見に行く、内覧、内見をしに行く、まあそれで車の運転していたと、お客さん乗せて、物件まで運転をしていった、でその間に事故してしまって、怪我をさせてしまった、そういった場合、実際に加害行為をしているのは被用者である従業員ですよね。であったとしても、使用者である会社も責任を負いますよ、損害賠償責任を負いますよっていうのが使用者責任になります。つまりちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、被用者、今の従業員ですね、従業員がお客さんだったり、またはまあ別の人に対して怪我をさせてしまった、こういった場合、怪我をしてしまったお客さんだったりとか、まあ、相手方っていうのは、会社に対して使用者責任に基づいて損害賠償請求をすることができますよっていう話なんですね。で、ちなみに被害者は、この被用者、つまり実際に運転していた従業員に対しても損害賠償請求できるんですけども、これっていうのは一般不法行為に基づいて損害賠償請求ができるんですね。こっちは使用者責任に基づいて損害賠償請求するんじゃありませんので、この内容じゃないんですね。この内容じゃなくて、民法709条、故意過失によって他人に損害を与えた場合、この場合は損害賠償責任を負いますよっていう内容。これが一般不法行為責任です。なので、同じ損害賠償請求ができるにしても、一応適用される法律は違うんですよっていう話ですね。で、ちなみに、使用者も被用者も、被害者に対して全額損害賠償責任を負わなければいけないので、この点もちょっと合わせて頭に入れておきましょう。で、ちょっとこちらに戻ります。で、事業の執行につきなんですけども、これは外形で判断をします。外観から見て、あ、その人は事業を行ってるな。事業っていうのはまあ仕事上って考えていただいて大丈夫です。あ、仕事上の行為をしているなっていうのであれば、これは事業の執行とみなされます。例えば、スーツを着て、営業車に乗って、で、事故をしてしまったって言った場合、これは、旗から見たら、周りから見たら、仕事しているように見えますよね。営業活動をしているように見えるわけです。たとえその人がプライベートでしたって言ったとしても、それは外形から判断したら、それはもう仕事上でしょう。仕事上に見えるので、この場合は使用者責任問われる場合があるよってことですね。で、一応使用者っていうのは、まあ、会社だけじゃなくて、まあ、事業を監督するもの、これも含みますよってことです。で、事業を監督するものなんですけども、これ例えばなんですけれども、A っていう建設会社が、大きなビル建設、これを行っていたと仮定します。A という会社がビル建設を行っていて、A という会社が事業を監督していました。で、実際に働いているのが、別の会社、B 社の従業員っていう場合もあるんですよ。いわゆる受け負い先ですね。そうすると実際に事業を監督しているのは A 社、働いているのは B 社の従業員っていう場合もあるんです。まあこういった場合、B 社の従業員であったとしても、A 社、事業を監督している A 社が使用者責任に問われることもあるよっていう話です。で、その他にも、例えば、お兄さんが弟に車を運転させた、こういった家族間で、まあ、仕事を与えたというのかな。まあ、そういった場合も含んでくるんですよ。また、暴力団員が、その暴力団の、まあ、経済活動の一環として暴力行為を行う。そういった場合も使用者責任に問われる場合があります。お兄さんだったり、この暴力団のトップだったり、こういった人が使用者責任に問われる場合もあるんですね。つまり、実質的に指揮監督関係があれば、営利性がなかったとしても、それは使用関係があるとみなされるんですね。上で言うと営利性これありませんよね。お兄さんが弟に車の運転頼んだ。でも、そのお兄さんと弟の間で指揮監督関係があるとみなされた場合、つまりお兄さんが弟に指示をしていたとか、まあそういった場合ですね。
そういった場合、使用者責任問われる場合もありますよってことです。あと、暴力団のトップと暴力団員。これも実質的に指揮監督関係があるとみなされると、これは使用者責任問われる場合がありますんで。単に仕事だけじゃないんですよ。まあ、今回ここではね、わかりやすいように従業員と会社って書いてあるんですけども、そうじゃない場合も含めて、使用者責任問われる場合がありますんで、注意をしておきましょう。で、例外があって、使用者が専任監督について相当の注意をしていた場合は、これは使用者は免責、責任を負わなくてもいいですよっていうルールになっています。で、使用者が専任について相当の注意をしていた場合なんですけども、まあこれはですね、まあちゃんとした人を、まあ選んでいた。例えば、無事故無違反、ゴールド免許の人に営業活動、車の運転を任せていたとか。また、監督についても相当の注意をしていた。営業車に乗るときは、こういったルールをちゃんと守ってくださいね。で、毎朝それを確認していたとか。まあそういった場合ですね。まあそういった場合は、これ使用者が専任監督について、まあ相当の注意をしていたということで、まあ使用者責任は問われないよ、免責になりますよ、っていった内容です。まあ逆にそうじゃなかったと言った場合、これは使用者責任を負いますよ。原則通り使用者責任を負いますよ、っていう話ですね。で、続いて、はじめにもお伝えしたんですけども、使用者も被用者も、まあ全額賠償責任を負うわけですよね。被用者は一般不法行為責任に基づいて損害賠償責任を負います。一方で使用者は使用者責任に基づいて損害賠償責任を負います。で、どちらも全額損害賠償債務を負っているという状況ですよね。で、ここで例えば使用者が全額賠償したといった場合、使用者は被用者に対して求償ができます。つまり一部負担してくださいよって請求できるってことですね。逆に、被用者が全額賠償したと言った場合も、被用者は使用者に対して一部負担してくださいというふうに請求できるっていう話です。まあ、求償できる。求償し合うって感じですね。で、じゃあ、どれだけ求償できるのかというと、損害の公平な分担という見地から、心理則上を相当と認められる限度において、求償できますよ。っていうふうに、判例では言ってるんですね。これどういうことを言ってるかっていうと、簡単に言えば、使用者の方がこれ責任重いよね、と言った場合、使用者が全額賠償しても、ちょっとしか被用者に求償できませんよっていう話です。で、一方で、使用者、そんなに責任多くないと。どちらかというともう被用者の方が責任があるでしょって言った場合は、使用者はたくさん被用者に求償できますよ。っていう話です。逆も一緒ですね。被用者が全額賠償して、被用者の方が責任重いというのであれば、被用者はちょっとしか使用者に求償できません。一方で被用者は、まあ、少ししか責任ない。使用者の方が責任大きいといった場合は、被用者はたくさん求償できるよ。っていった話です。一応この言葉ですね。言葉は覚えておいた方がいいと思います。損害の公平の分担という見地から、心理則上相当と認められる限度を求償できるよっていう話ですね。これはどちらからも一緒です。被用者から求償する場合も、使用者から求償する場合も、考え方は一緒なんで、頭に入れていただければと思います。で、今日は使用者責任について解説したんですけども、これ非常に重要な内容なんで、ぜひ全部頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。